寒河江市では国の重要無形民俗文化財に指定されている慈恩寺文学が奉納されました。河北町の林家と地元の僧侶で作る保存会一三宗によって代々受け継がれている慈恩寺文学、毎年5月5日に五穀豊穣などを願って奉納されています。本堂の前に設けられた舞台では天狗のような赤い面をかぶり矛を持って舞う三寿や、甲冑で身を固めた4人が勇壮に舞う太平楽など合わせて8つの舞が奉納されました。初めてですね。もともと山形ではあったんですけど、今まで知らないものをちょっと見れてとても良かったです。毎年見てるんですけど楽しいし、なんか歴史あるから興味深いっていう感じです。会場には県内外から多くの観光客らが訪れ、笛や太鼓の美しい音色が響き渡る中、伝統の舞に見入っていました。